猫語翻訳っていうアプリをちょっと以前にやったと思うんですけど、昨日チャンネルの方でやりましたね。おお、おお、はい、やりましたね。さあ、チャチャだけでやったんですけど、でマロン君はやったことないんで、ちょっとどんな反応になるかっていうのがまだちょっとマロン見分からないと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。このアプリが、はい、これあってですね、押すと、まあ、いろんな種類の、あの猫の鳴き声が出てくるって感じなんですけど、ちょっと一回押してみますね。これ YouTube でめっちゃ食いついてる猫ちゃんいたの。ちょっと反応してない、耳が。その YouTube の猫ちゃんはやったら自分も泣くっていう反応だったんですよ。ないかな、そういうの。うちの子たち全然泣かないからね。これは気になるのかい、ちゃちゃさん。マロ君どっか行っちゃったの。なんで聞こえるのかな、猫たちに。なんか喋った今。ケチ喋ったね今。なんでいたのあんた。なんでいたの。これなんかやだな、威嚇してるみたいな声だから。なに、なに、なに、これ。気になる。吸い付けてきた。なに、吸い付けてきたよ。カメラに擦りつけてる。カメラに顔擦りつけてる。見えないからね、カメラに擦りつけても。何かしらの行動をとってるのかな、チャチャアピールしてるのか。これはチャチャなりの反応なんでしょうか。これどういう反応と見ればいいんだろう。ん、どっから聞こえてくるだこれ。マロン君全然だけど、チャがすごい気になってる。前に張り付いちゃった。